マコロナウイルス完成5日目です。昨晩は解熱剤以外の薬を飲んで寝たら6時間も寝れました。で、今朝起きた時にちょっと体温が下がりすぎてて、寒くて、いやいや違う、昨日寝る時に体温が下がりすぎてて寒くて布団の中にいるマロピーズを抱きしめながら寝たんですが、今朝はちょっと体温が上がっていたので気持ち楽でした。で、やっぱりゆっくり起きて朝東京都の方から確認の電話をもらって、とりあえずピークは過ぎたかもしれませんねということでした。今日も、マロピーズご飯ちゃんと作ってます。それからやっと昨日からなんとなく味覚は戻ってませんが食欲が戻ってきたので、今日ママは、ペンネを今茹でています。ついでにブロッコリーもあったので茹でて、パスタソースもこれ市販のに頼ります。これをかけて食べてみようと思います。なんか食べないとやっぱり絶対体力落としちゃうので、ブロッコリーで免疫取り戻すぞ。おうとりあえず熱のピークは超えたと思います。もうカロナールを飲まなくても発熱はしていません。体の節々はまだちょっと残っています。あれだけ熱が出てたからしょうがないかな。マロッピーズがかなり痩せちゃったので、これは絶対ママのせいだから、治ったらお散歩とご飯でと焼き芋だな、回復したいと思います。今のところ食欲は相変わらずあって、おかげさまで。それがなくなってたら本当に怖いんですけど、食欲があるだけ本当に助かります。そんなもんかな。今の症状は喉の痛みあんまりなし、鼻は昨日ほどじゃありません。それから痰も昨日ほどじゃありません。だから食欲は意外と朝起きた時にお腹空いたと思ったんであると思います。今からパスタを食べます。それで味覚嗅覚は残念ながら多分ほとんどないです。さっき塩舐めたら塩は分かりました。それとあとなんだっけな、そう、ちょっと聞いていたのでちょっと嫌だなと思ってるんですけど、昨日お風呂に入ったら結構抜け出ました。風邪ひいてるからなのか、寝たきりだったからなのか、それもあるかもしれないし、後遺症始まったのかもしれないし、ちょっとビビっています。あとはバビタン、あと1個あるよ、ほら、あと1個、はい、あとなんだっけな、あと症状的に肺の痛みとかそういうのもなくて、顔色もいいし爪の色もいいです。昨日爪の色が実は白い時間があって、あれやだなって思ったんですけど、今戻っているので大丈夫だと思います。というわけで発症5日目、乗らないの、発症5日目こんな調子です。ちょっと調子が戻ってきました。